お疲れ様です、えー、今週ですね、えー、急遽土曜日も出勤することになりました。まあ、6連勤ですね、今週は。なんで土曜日出勤することになったかといいますと、えー、今後ですね、えー、働く曜日が、えー、火曜日から、えー、土曜日まで働いて、 火曜日から土曜日まで働いて、で、えー、日月休みのね、シフトに入ってほしいと言われまして、えー、僕ね、土曜日も稼働してるってのが分かんなかったんですよね。知らなかったし、で、土日休みの契約でね、えー、入ったので、まあ、マシかと思いましたけども、 まあ、月曜日休みはね、まあ、平日に休みになるってことで、まあ、どこ行っても割と空いてそうですし、うんまあ、これはこれでいいかなと思って、うん、まあ、承諾しました。うん、なので、まあ、今週はえ、土曜日まで働いて、 月曜日、あ、月曜日じゃない、日曜日と月曜日休んで、で、火曜日から、また出勤といった流れになりますね。で、あと、自分教えてくれる方が、まあ、土曜日ね、えー、有休で休みを取ったり、まあ、なんかいなかったりしい、いなかったりした場合は、 まあまた、えー、今まで通りね土日と、えー、休み入ってで月曜日から、まあ、また土曜日まで6連勤してもらうっていう流れになるみたいですねうんそれはそれで辛いんだよな僕がねまあ早く仕事を覚えて、まあ、一人でこなせるようになればまあ 問題ないんでしょうけど問題なくね、えー、その日月休みのねシフト固定でずっと働けるんですけどまあその教え土曜日ってあんまり出勤する人が多くはないらしいんですよねなのでその担当の教えてくれる方がもういないと本当に自分何もできない 状態でありますので、うん、まあ、早くね、仕事を覚えなきゃなって、改めて思いましたね,、うんまあ、ね。ようやく、ようやくというか、まあ、少しずつね、えー、覚えてきてはいる段階ではあるのでね、うん、まあ、早く覚えて、えー、頑張っていきたいなと思っております。 とということでね、えー、今回はちょっとシフトの変更がありましたというお話でございました。あ,あとね、えー、そろそろね先月働いた分の給与明細がね、えー、届くはずなので、まあ、そちらの方もね、えー 届きましたら、えー、公開していこうと思いますただね、まあ5日しかね、先月働いてないので、うん、本当に、スズメの涙程度しかね、お給料が入ってないと思うんですけども、まあそちらもね、えー、ぜひお楽しみにということで、はい、では、失礼します。